最初に救助しちゃうとかいうパターンはあるのかね。ルイがお見送りしてくれるとは思してくれるとは思わないけど。ペロはいなくても大体なんとかなる。かな。よいしょ。はい。キモイが来た。キモイが来た。ここで来た。キモイ。ちょっと待って。紫ピクミンがいなくて来るの。飛んでくるんじゃないの。来ないの。おめめをやる。おめめをやるわよ。おめめをしようしよう。よし、岩開けちゃおうね。岩開けちゃおうね。そしたら、オッチも、これ食べるの。食べるんかい。食べたまま運ぶんだ。ネッサの血統上ダンブルレベル 5! やべえ。やべえぞ、それ。何や、ガガ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 ガ
ペロペロ暗黒茶でーす。ということで今日も今日とてピークミン4やっていきましょう。早速だけでいっちゃおうか。パトロ、我々はレスキュー隊ですからね。みんな助けて、みんなで帰りますよ。探索へ行く。今探索できる場所はここです。巨人のかまど、ニッパー出発する。あ、でも55分の5でニッパーなんだね。ルーイ最初に救助しちゃうとかいうパターンはあるのかね。でもルーイがお見送りしてくれるとは思、してくれるとは思わないけど。巨人のかまど。あ、地上でオッチに獲物を運ばせるとオニオンを持つピクミンのうち一番少ない色の種が生まれる。え、そうだったんだ。へえ、それ知らなんだ。ランダムじゃないんだね。ってことで今回は、まあ早速入っちゃう。あ、でも洞窟入るのも後の方がいいかな。どうだろう。確かね、あのね、段取りバトルとか、あ、段取りバトルじゃねえな。ルイさん、何しに来たんでしょうね。あの、なんだ、段取り言ってる、あれ、時間制限あるやつ？あれは、普通になんか時間減ってなかったっぽいから、あれ、赤ピク、どこだ赤ピク。赤ピクどこよ。ここ？あ、ここだ。あ、どうしよっか。マルタ街道。そしたらね、とりあえず岩でしょ。岩増やしてーなー、マジ。はい。オッケー。解散。で、ペロ。ちょっと面倒だけど、行ってもらおうか。はい、チェンジ。にゃ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 。まあ、ペロはいなくても大体なんとかなる。かな。で、ご遺体は放置して、ご遺体ね、今いらないよね。まあ、ピクミン増やしたいってもあんま思わないけど。よし。あ、到着した。ねチェンジ。あ、拾ったね。そしたら、帰ってきて。どこ？あ、私どこ？いた。この辺？あー、待ってよ。あ、ちゃんとこれ火ついてるところも、ちゃんと、マークがある。ありがてえな。ここ行く？あ、ここは青ピックでしょ？危ない。今何が危ないって、あの、マイクのね、入力が切れちゃったみたいで、今、喋っても音が入ってなかったっていうね。いや、でも多分そんなに入ってない期間はなかったはず？多分ここの、なんだ？アイコンが表示されてて親切だな、みたいな、そういう話をしたところぐらいだと思うけど、いや、よかった、気づいて。ってことで、この辺行こうか。はい。いや、今までね、そんなこと、いや、まあ、昔あったんですけど、最近はなかったんですよね。そう、だからね、マイクのね、音がね、時々ね、気づいたら消えてるっていうね。まあ、自分の声をね、返しで聞いてるんで、今気づけたんですけど、あれは青ピクで行くしかねえか。青、攻撃力ねえからな。いける？オッケー。さらばクモンス。でっけえイケメンだ。はい。これも運ぶか。足材。はい。3匹？あ、にゃ、あっち、よし。だるま。この上は？なんだ？スイッチ？あ、水抜いてくれんのかな？今これだけど。はい。にゃほん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 にゃほ
やい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 このね、なんかアコースティックなギターみたいな音楽 ?BGM? なんかピクミンっぽいなって思いますね。これご遺体消えないかな?で、火を持ってこよう。はい。よいしょ。あそこの橋も作ってあげたいな。よ。これなら同じ速度で。どこだ?どこだ?どこだ?ちょっと待って、地図。文字右。はい。あほう。急いで。はい、急いで。あったあったあった。やばいやばい。オッケー。とりあえず行くか。あとは、わら消す場所、あそこ?あそこちょっと遠いんじゃない?行けるかな?よいしょ。はい。この狭いところでもうやだな、ほんと。もう、ゾワゾワするわ、マジで。敵がいたね。あれ、ここ回したよね、これね。ここ来たよ。そう、来た来た。ここが、はいはい。で、敵が出てきて。でっけえ。でっけえ。あれ、この敵知らねえぞ。殻に包まれてる。あれ、こんなやついたっけ?あ、ここに、これがあるんだ。あ、ちょっと待って、大丈夫、大丈夫。急に来る。ちょっと、割と距離があるところに。はい。来る。新種を検査するんです。来るの?飛んでくるんじゃないの?来ないの?来ないの?どういうこと?怖いんだけど。こういうパターンわかんないから。うん。来ます?めっちゃ見てる。あんま出ねえな。どうすんだろう、これ。目ん玉?攻撃わかんねえな、これ。どうやって押すんだろう。でんてんてん。えい。目をやるのかな、これ。やるっぽいな。目をやるっぽいな。そう、あんま飛ばない。これ、目をやって。目をやるのかな?なんか。目を両目やって。あれ?あ、潰れた。こっちも?あ、して。あ、で、あ、で、上。お腹をやらかそうですよ。すいません。なるほど。新しいぞ。お目目ね。お目目をやる。おめめよしよしよし、岩開けちゃおうね。よしあー、ちょっと取れた。よしよ拠点が近いところ。ああ、ここか。ここ行く。いやー、微妙いな。この橋をなんとかしたいとこだね。あれ、ご遺体だよね。よし。この辺も敵出てきそうだな。コンクリだ。お、何もいない?ここは投げないといけない。ああ、こういうの大丈夫?大丈夫?大丈夫ね。よいしょ。ポポ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 ポ
40匹。あー、岩、いや、岩、ちょっと心配。青、赤。通り道なんかありそうで心配。そっちから、どこ通ってく。あー、こっち、あー、拠点が遠いよな、これな。微妙いね。でも敵は倒したっしょ、この辺。ね。そしたら、解散。ペロ置いとこう。よし。こっち行きたいけど、これ、あー、あれか。あれ？ん？あ、そこ洞窟ね。こっちかな。5匹とかじゃない？オッケーオッケー。えい。ここはペロでいける。よし。そしたら待って。まだ地図的には？あ、一応地図的には表示されてるけど、一応開けといた方がいいよね。パッカーンしといた方が。OK。ルーイ。え、夢のレジデンス。あれ？シェルターじゃん。遊び場たくさんあるし、ここに住むのもいいな。おやつを箱に隠しておいたら、開く番号忘れた。本当のお天気だよね。え、シェルターがまたあるのかな？おい。夢のレジデンス。キノコばっか。で、これを開けとくと、そう、こういうマークがつくんだよね。行ってないよっていう。よし。そしたら、ここにこうして、あ、もう来たし。大群が来たし。ここを開ける、通れるようになるでしょ。あ、降りるね。そしたら、ここの火鉢は、ここから行くのが早いかな。ここは、よいしょ。いいよ。こっちはいいよ。こっち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 よ。はい。あ？行った？一匹？うん！オッケー。そう、とりあえずね、安全なルート確保しないとね。あ、この火鉢持ってくればいいか。はい。これを、持って、うん、ほ、うん、ほ、頑張ってー。よいしょ。いや、橋長いね。えい、お疲れちゃん。はい。そしたら、お疲れちゃん。君たちは、とりあえずここで合流しよっか。はい。まあ、ご遺体、運んでもいいんだけどね。はい、到着した。あと、こっち。ちょ、一回置きたいな。オッケー、補充。で、こっちじゃなかった？いいよ。はい。はい。オッケー。だるま。はい。敵ね。こう、お宝運ぼうとすると敵出てくるからね。あとはここ行きたいね。まあ、せっかくだから、ルイと対決。そう、オリマーをね、助けちゃったから、あ、ここもあったわ、ヒバチ。ね、もう段取りバトルじゃねえや。なんだ？あ、段取りバトルか。ね、できないのかなって思ったけど。今度はルイと戦うんだね。なるほどね。うん、ほ、うん、ほ。はい、ご遺体を放置して、こちらへ、ゴー。オッケー。お宝ない？なんだこれ？ん？化石？化石なんだこれね。これカブとかに？あー、バカ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 、キモいよ。ほら、うわさせばいい、うわさせばいい、うわさせばいい。ほら、もうキモいよ。紫ビクリがいないからね。いや、おちん自身もちょっとキモ操作が今混乱してた。キモキモ状態のやつだよ。はい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 、おかえりおかえり。はい、ヤフーね。あ、こっちだ、こっちだ。はい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 、はい。足りる？はい。OK。OK。うわ？そしたら、オッチも、これ食べるの？食べるんかい。食べたまま運ぶんだ。キモいね。ちょっとね、丸飲みしちゃったよ。絶対オッチに嫌がってるでしょ。そしたら、青ピクで、いや、待ってよ。どうしようかと。
結構この辺見たでしょ、こっちも見たでしょ、お宝青ピクでしょ、青ピクであっち行っちゃうってなると今度ここ行くのはめんどくさくなるよね。青ピク、青ピク、ほい、じゃあ赤回収、青、ほい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 、青ピク、はい、やばいやばい、で青で、あーオッチいねえからきついかね、オッチの突進があった方がいいよね。やっぱりほっぺ膨れてるよね、かわいいんだけど、でも吐き出すものがあれっていうね、はい、ベホねえ、ごめんね、オッチン嫌いなもの食べさせちゃって。で、あそこを、いけるかな、岩ピクの方がよかったか、くる、はいはい、はい、入れて、なんだなんだ、あ、これ正面から行ってるの、後ろからドーン、オッケー、よーしよー、とてもいいよ、わわわわわ、ここ回したら全部いけるかな、あら、ペアツ、落下せ、あわわわわわ、はい、OK、 そしたら待って、オッチン君、オッチン君ここ行ってもらおう、いけるかい、はい、レッツゴー、で私はこっち、ほい、こんなもん、あ、姿勢ここでした、マジか、早く集めてくればいい、足りる、今集めに行ったけど、いける、なんとかなんとかいけそう、オンハオンハ、そうだもんかな、ここをバルブ回してここ2つが取れればいいんだけど、はい、頑張れ頑張れ、オッチに到着した、まだハリアップにはならない、ギリギリ、はいは、うんは、うんは、はいはいはい、ちょっとギリギリだな時間が、はいはいはい、あ、建築してで回してくれるバルグを、はい頑張れ、よし、あ、OK、 あ、回してる回してる、いいよ、回し終わった、回してた、かわいいね遠くから見ても、 OK、 ありがとう、そしたらはい行こう、ネッサの決闘場、赤ピクのみ、強いんじゃないこれ、ルイってどうなの、食に関しては本気出せば段取り力あるんじゃない、どうなんだろう、ネッサの決闘場ダンブルレベル5、やべえやべえぞそれ、種火だけじゃなく原生生物を利用して藁を燃やすことができる、あ、なるほどね、5じゃん、待て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 、ルイそんな強かったのか、食に関しては本気出すのか、まああのポーズよだらけたポーズよ、まさかルイさん待ってください、まさか、あれ、あ、間に合わなかった、変わってなくね、いや、よく見るんだねえ、葉っぱ人になってない、どういうことなんでしょう、なってないね、わからん、しかし彼は協力的ではなさそうだな、ルイ君、オリマーだ、私の声が聞こえるか、まあ、でも見た目普通だよね、ルイもね、ねポリポリケツをかくというね、どうや、ルイ先輩、おこだよ、おう、ん、うん、うん、なんかちょっとなんだ、半分寝てる感じ、全然聞いてないですね、夢うつつなの、仕方ない、力ずくで遭難者を救助するしかないな、レベル5なのに、あれ、何をしてくるかわからんから十分に気をつけてくれ、マジかマジか、それは怖いな、うん、夢うつつだからこそ強いっていう、マジか、負けちゃうかも、目に物見せてやる、赤ピクでしょ、マジかよ、めんどくさいめんどくさいけど倒せない、
どうしようかね。あいつら強いんだよね。逃げろ逃げろ。ダメ。よしよしよし。あいつらすぐ壊れるから。でもこれだけ減らせる。クリミア引いた時よ。早っ。負けない負ける。ちょ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 、何しようかね、何しようかね、この野郎。よしよしよし。すげえ近くに来るな。よし。え、あ、これあれか、落ちんだ。はい。はーい。オッケー。はい、あ、飲んじゃった。飲んじゃった。まあ、いっか。おい。吐いて。お茶吐いて。はい。お茶。プレミア品、敵。はい、ちょ、まずピクミン増やそう。これは、あ、敵だ。もっと増やす。来ないで。来ないで。でも弱いからなんとか。ほいほいほい、敵が邪魔。敵が邪魔よ。ほい。ほい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 。2匹、3匹。オッケー。落ちんでいける?ちょっと外れたよ。アイテム。貴重なアイテム。ピクミンプラス。いいよ。よし、オッケー。もう1個アイテム。オッケー。あ、横取りしてくんだね。なるほど、悪いやつだ。悪いやつだ。え?ちょ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 。まあそうだよ。普通にアイテム取るよりも、横取りした方が、プラマイ的には、ね、得だよね。どうしよっか。まあこっちも横取りしていこう。あの敵やばくね?あの敵やばくね?あれ、起こして。敵起こして。敵起こして。ね、起こして、ちょっと、意地悪しましょう。やられてしまえ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 。はいはい、いいぞいいぞ。よし、いいぞいいぞ。いいぞいいぞ。いいぞいいぞ。はい、ありがとう。ありがとう。はいはいはい。敵は倒しますね。はいはい、いいぞいいぞ。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 うんうん、食った、食った。うん、にゃ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 。の、落ち、落ちる。落ち、飲み込んでる。よし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 。あ、待って、敵いる。逆転爆弾すげえ。マジか。どこだよ。また敵が。ちょ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 、落ち乗りたい。あー、今、ルイのとこにあるぞ。逆転爆弾。よし、よし。あいつやばい、あいつやばい。でもさ、逆転爆弾。あ、いいよ。あ、あ、いいよ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 。こっちが持ってってあげよう。ん?なんだ?ほら、よし。あげる。あげる、あげる。オフランスはオッチンでゴー、オッチンでゴー。はい。で、おー、危ない。またなんかマイクの調子が、ちょっと今日やばいかもしれない。ちょ、負けない。私も負けたくない。てか全然HP が、HP じゃない、得点の差が、得点の差がめちゃくちゃ僅差。よしよしよし。解消した。オフランス、いいぞ。よーし。よーし。あぶねえ。よしよし。オッケー。よし。解消させないぞ。よしにゃーにゃー、よし、他の発想いただく。よしまあでもあれだよね、ピクミンの数が得点に入らないから、まあ入ってないよね多分ね。だからまあね、ここで時間さえ稼げれば。よしよし、ダブル決勝。よしよしよし、いいぞ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 
よし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 よやば、14点差か。やべ、なんとか相手に勝利した。これ100点差は難しいね。いや。お、喋った。うん。ふんしか言わないの？あの子見たことある気がするな。あ、ルイさんが。なぜ逃げるんだ？それよりも今は遭難者が優先だ。コッパイ星人を救助してくれ。よし。相変わらずである。なんか見たことある気がすんな。それにしてもなんで葉っぱ人にならなかったんでしょう。何したんだろうね。なんか栄養分でも奪い取ったのかな。確かに気になるが今は救助するのが先だ。さあビーグル号まで運んでくれ。てっけー、これは、ボイン、ボイン、ボイン。そうだ、運ばなきゃ。あ、じゃあ、青。ん？赤、赤じゃダメだよ。間に合わねえかも。6人。いけるよね。うん。間に合わないよ、多分な。あ、いけるかな。はい。ほい。あ、まあ、いけそうかな。あ、ここに、ここ拠点移せば、いけるじゃないですか。オッケー。はい。よし。まず僕リーダー。はい、置いてもらって。ルイ君、全く困ったやつだ。そうね。あとはどうしよう。とりあえずご遺体運んどく？まあでも、オニオン手に入れた時にね、なんか、新しいピクミンに全部これ食わせたい感もあるんだけど。はい。ID 情報を確認します。トレジャーハンター、ヨーク。やっぱ知らない人だね。コッパイ星。コッパイ星が誇る科学者ドレイクを祖父に持つ。通信機器の改造など、機械の扱いに長けている。ドンベルマンの考えに賛同し、行動を共にする。なんか、見たことある気がするんだけど。気のせいか。やっぱり、コッパイ星人でしたね。スパニエルさんの仲間だといいのですが。そうだね。コッパイ星人が見つかりましたね。スパニエルさんの知り合いだといいのですが、目が覚めたら話を聞いてみましょう。大丈夫？目覚めるのかな？ちょっと気になるとこだよね。レスキューキャンプへ帰還するがミッション。ねえ、なんかオニオンに一回吸い込まれたからさ、なんか魂吸われてんじゃないかって思っちゃうけど。あ？いや、どっち投げるの？おい、いや、あ、待って。敵、あ、でもこっちに来てくんねえか。こっちに火出してくれればね、燃えるんだけど。なかなか難しいかな。隅だ。ここ通れる、あそこ反対側ね。はいはい。はい。なんか、ボフーツさんが今。あ、上にオニオンがあるのか。ちょっと待って。どれだっけ。間違えた。こっちだ。ブン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 。この上に、あった、ガーリップ。と、バーベキュー。おっと、洞窟と、夜間？ここは、どこから行くのこれ。あ、ここか。ここから行くのね。なるほど、なるほど。あそこは、落ちんじゃいけない場所だ。はい。もう時間があと6とかだから、どうしよう。行ける？頑張るね。頑張るね。はい。間に合うかい？まあ、増やしたとて。オッケー。おい。はい。おしまい。おやすみなさい。よし。いや、でも今回と前回となんかマイクの調子が悪くてちょっと焦ったな。ただいまー。オリマめっちゃ跳ねてる。拍手してるし。探索結果、ヨーク。うわ
宇宙一ハンサム。スリッパ虫。スリッパ虫。カブトガニだよね、あれね。カブトエビ？どっちだ？カブトエビか？18%。あれ ?18%? そんな探索したっけ？洞窟とか行ってないよね。あ、死んだ数ゼロだ。幸せ。あて？救助した。コッパイ星人の様子はどうだ？もへい。気を失っているだけなので、起こしてみましょうか。なあ。いや、きっと疲れているのだろう。スパニエル氏については目覚めてから聞くとしよう。大丈夫？目覚める？コッパイ星人が見つかりましたね。スパニエルさんの知り合いだといいのですが、目が覚めたら話を聞いてみましょう。探索25日目。目覚めるかい？あ、いた。起きてるっぽい。タクタクッソ。タクタクッソ。よかった。レスキュー隊が来てくれてたんですね。僕はヨーク。コッパイ星から3人でこの星にやってきたんですが。ホース。君は獣医のスパニエル氏の仲間かい？我々は今、彼女を探しているところ。あ、彼女だったんだ。タロリバー。そうですか。まだ見つかってないんですね。僕とドン・ベルマンさん。スパニエルさん、志を一つにした仲間で間違いありません。でも、宇宙船が墜落してしまって、ヘリー！大変でしたね。遭難中はどうしていたんですか？ヌパー。しばらくは夜に取った光るエキスをジュースにして、飢えをしのいでいました。自動？え、それって光の蜜なのでは？飲めるの？美味しいの？美味しいの？それはもう。あのルーベー。コッパイ星人は変色で有名で、僕たちとは味覚が少し違うからね。あ、そうなんだ。リンゴが前に間違って飲んだでしょ。あ、そういえばそうだ。そう。あれはマジやばかったぜ。へよ。え、かなり美味しくて。僕らは取り合いになりかけたんですけど、その証拠にジュースが何者かに盗まれて、みんなで犯人を追いかけたんです。でも僕は走るのが遅くて真っ先にはぐれてしまいまして。ニュクニュク。なるほど。となるとお仲間たちはあんたがいた近くで遭難してる可能性が高いな。ちなみにスパニエルはどの辺にいそうか心当たりはあるかい？残念ですが、わかりません。けど、ベルマンさんなら知っているかも。ソファー。なるほど、わかった。我々が必ず救助するので、安心してくれ。はーい。総員、巨人のかまどを重点的に捜索だ。ブルペ。はい、クビ。お、スパニエルの仲間を救助した。スパニエル氏の仲間、ヨーク氏の話によれば、彼女も巨人のかまど付近にいるのかもしれん。オッチンを直すためにも至急レスキューせよ。じゃあやっぱあのステージでいいっぽいのかね。スパニエルじゃねえ、ヨーク氏はなんかある。こっち。改めて、救助いただき、ありがとうございました。僕はヨーク、トレジャーハンターです。そう、トレジャーハンターなんだよね。なんかちょっと、素の割には気が弱そうな気がするけど。オリマさんの公開日誌を知って急いでこの星にやってきたんですが、宇宙船をきっちり整備していたのになんで墜落したのかわからないんですよね。やっぱ二人よ、それがちょっと怪しいところよ。黒幕の匂いがするよね。え、いやマジルーイの段取りボトルクソ強かったな。あれ100点差で勝つの難しそう。はい、タクタクッソ。これはなかなかに上々ですね。私の中の何かが満たされていくのを感じます。20個。パパ。ああ、実に興味深かったです。新しい子を見つけたら、ぜひ聞かせてくださいね。100匹。いやー、あったね、新しい生物も結構ね。まあ、知ってる生物もいるっちゃいるけど、それでもすごいよね、新しい生物ね。まだ生み出されるんだから。あとはなさそうかな。そしたら今回はこの辺にしよっかな。で、次回もまた、とりあえずあそこの地域かまどでいいのかな。我々はレスキュー隊ですからね。はい。こんな子。でも
まだルイいる場所いるのかな。ちょっとマップ見えないから。あ、でもネッサンは血統上が一番最後にあるんだかね。うん、まあちょっと調査していけばわかるのかな。まあ8人だもんね。8分の1人だもんね。はい、あとはマヒー。うん、マヒボーイ。いや、意外と一番喋ってるのこの人かもしれないね。いや、バックダインはつうかアイス爆弾助かったね。あってよかったね。1個ぐらい持っとく。はい、オッケー。いや、使ってみるもんだね。でもやっぱ資材足りねえわ。コビヤコビヤ。オッケー、じゃあ今回この辺にいたしましょう。今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。次回ものんびりとやっていきましょう。以上、暗黒者でございました。バイバーイ、ペロペロー。